メディア事業から始まりまして今すごく大きく伸びているのは、まあ、一般的には e コマースの領域と言われている部分なんですが単純な我々あの流通業をやってるのではなくてトライアルマーケティングということを中心にやっているサンプル百貨店というサイトがあるんですねこれがまあ近年すごく伸びています例えばこのサンプル百貨店は何かというと、えー、まあ例えば皆さんがよくお買いになられる飲料飲み物とかお菓子とか まあ例えば薬とかお酒とかいろんな分野ありますねこういったの商品、まあ、新商品であったり、まあ、いろんな商品を1回だだけお試し買いをいをただくサイトなんですね非常に安価な値段でお試し買いができるその代わり1回だけなんですねお試しなので,でそこで実際いいなと思われたらいいというようなコメントとか、まあ、ここ,こう商品についてこう思うよってことをコメントをいただいたりネット上でですねあとは2回目以降はあの店頭に行ってお買いをいただく。 もしくはあのメーカーさんの,そのいわゆる流通形態である EC サイトでお買いいただくとこういういものなんですね。そうするとあの消費体験として今すっごい消費って多様化している中でやっぱり一回お試しをするっていうシーンってすごく重要でえまあ売る側もそうですねえこの商品本当にいけるんだろうかっていうときにお試しを頂い,いてそのユーザーの声をフィードバックいただいた上で改良していくとかもっといくのかとか決めるこの双方その思いが実はあるんですよね。 でニーズは多様化していると非常にマーケティングが難しくなってきてきるとでこれを実はうまく解消していてで我々としてはお試し買いしていただいて企業にも喜んでいただいて利益も出るということでまあ近江商人じゃないですけど三方よしというかということでですね、まあ、非常にあのご評価をいただいて年率で 20%30% の伸びでずっと来てるんですね大体いい6年ぐらい我々グループでやってるんですけどまあこういうのをやってたりとか。 障害学習これは日本ってこれだけ成熟した社会の中で、まあ、高齢化も進みながら、えー、まあ人類として新たな領域にこう突入している国家なんですけどやっぱりその長く生き生きと人生をこう暮らすっていう時に人に何かを教わるとか人に何かを教えるとかっていう場面ってすごく重要だと僕らは考えてるんですね。これを障害学習って言いまして そのの分野の何かか支援ができないかといとととうことをずっと考えてました今あの我々「学習フォーラム」っていうんですが「あの楽しんで習う」って書いて「学習」って読むんですが日本最大の障害学習プラットフォームを提供している会社があります。All About Life Works という会社なんですけどもここはあの主にですね、えー、まあ子育てが終えられた例えば主婦の皆様とかでこれから何をしようかしらという時に、えー、例えばジュエリー作りお花 ちょっとした食の関係とかでこう技術を身につけていただいてそれをまあライセンス取っていただくと人に教えられるんですね。でご自宅の例えば教室を開かれて周辺の方を集めて教えていらっしゃるとかこう例えばカルチャーセンターで教えられるとかこういうまああの世の中に通用する技術と資格を提供し先生を生をみ出すす会社なんですねで今実習企画の講座だけで、えー、まあ50分やぐらいなのかな。 そこで先生の数が1万5千人、全国つうられないらっしゃいます。単恋だったると2万4千人いらっしゃって、日本最大の学習障害学習の基盤になっている。でこれをどんどん広げていく、これをインターネット化していくっていうことを今すごい取り組んでいる。こんなこともまあ個人があの活躍する場を作っている会社としては非常に伸びていて面白いところですね。まあそんなような形で、あとはまあ C to C であるとか、あとはデジタルコンテンツの流通であるとか。 いいろんな分野を広げててまして、まあ、日本経済のことを考えると、まあ、2020年ぐらいにまた節目が一つやってくるというふうによく言われてますけれども、まあ、その先の不透明感というのがある中で我々としては2020年時点でその先まあ100年も200年も続くようなさらなる事業の拡大基盤をつくるというのを目標に今いっぱい投資をして成長している段階という感じですね。